こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。川崎市麻生区のお客様のところに礼拝物の供養処分の引き取りに伺い、梱包作業が終わったところです。画面向かって右側のものが、こちらがお仏壇です。上置き型仏壇でだるま型で、プチプチで綺麗に梱包いたしました。画面向かって左側一番下のものが、こちらがその仏壇の前で使われていた経机です。足は取り外しまして、経机の引き出しの中にしまい、コンパクトに梱包いたしました。その上に乗っている段ボール箱、こちらが仏具です。使われてた仏具を一式段ボール箱の中に入っております。そして一番上の段ボール箱の中には礼拝対象物です。掛け軸、あと追い灰が3本入っております。すべてこれから車に積み込みまして、当店まで持ち帰りまして、他のお客様から礼拝の供養を、供養処分を受けたものと合わせまして、お坊さんにしっかりと供養をしていただきます。また礼拝対象物、追い灰や掛け軸に関しましては、しっかりと魂抜きをいたしまして、専用の焼却炉で、昔ながらのいわゆるお焚き上げ、火で燃やす形の処分をいたします。ありがとうございます。